もう起きていたんですね。ちょうどあなたを起こしに行こうと思っていたんですすみません日の光が心地よくてついうたた寝をしてしまいましたお疲れ様です今日はゆっくり休んでまた明日。元気な顔を見せてくださいね普段はあまり外に出ないので。 こうして旅をするというのはとても新鮮ですこの世界にはまだ知らないものがたくさんあるそう思うとワクワクしますねもし私が旅をすると言ったらあなたは私についてきてくださいますか行く手を阻まれるのは困りますね 冒険に役立ちそうなものはありましたか行きます油断していました助かりましたあなたを守りたいこの思いが私を強くするのですあなたの声援受け取りました一筋縄ではいかないようですねでは先に進みましょう <laughs> あ,あすみません今日もあなたに会えたことが嬉しくてついどんなことがあっても前を向いていれば道は開ける私はそう信じていますこちらの準備は整ってます行きましょうか焦った時は深呼吸ですよ息が合ってきましたね この調子です。本当にあなたという人は一生話しません。